はい、久保さん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。気になる男、第64話ですね。第64話、よろしくお願いします。さあ、今回はですね、今回は、まあ、商品力をつけてみようじゃないかっていうね、話、少しできればいいのかなと思ってるんですけども、 前回久保さんの方で YouTube で稼ぐ3つのポイント、YouTube で稼ぐ3つのポイントっていうお話ししていただきましたで。これ何かっていうと、本当に3つですね。端的に力が3つ。この集客力、商品力、販売力っていうところを本当に詳しくお話ししていただいたの。 お話ししていただいたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、自分がその初めてこの YouTube に参入して参入した時に一つやっぱ考えていたのがこの手に職をつけたかったっていうところがあったんですねその IT エンジニア自分が社会人やってた時も何かしらこう自分で IT エンジニアのスキルがあればまあ言ったらプログラミングとかですねプログラムとか 組むスキルがあれば、まあなんとかやっていけるんじゃないかっていうところで、まあ、なんとかこう15年会社会社に15年なんとかこう生き延びることができたんですね。やっぱそれっていうのはそのプログラムを組むスキルっていうのがベースにあって、まあ、そこからそれからいろいろ上に乗ってきたものがあったのかなと思ってて、本当にやっぱ今プログラム組むのがすごく苦手で大変だったんだけど、まあ、それでも あの苦手を、ひいひい、ひいひい、ははいながら、なんかなんとか、苦手、超苦手だったけど、それでもこう、まあ、曲がりなりにできますと <laughs>。曲がりなりに、まあ、できますっていうところまでなんとかこう、会社で修行したっていう感じですかね。会社でなんとか修行して、ギリギリ、なんとかね、時間はかかるけど、なんとか、まあ、できなくはないなっていうところまで持ってこれたんで、まあ、 やってこれたんじゃないかなと思ったりもしたんですけどね。まあ、プログラム、まあとりあえず組めますと苦手ですけど、時間かかりますけど、組みますよっていうぐらいのところがあって、まあなんとかやってみましょうっていうね、いうところまでいけたので、まだ、あ、ね、まあそれ以外のところもなんとかいけたんじゃないかなと思ったんですけど、この YouTube の世界に参入してですね、やっぱり一番最初に考えたのは、 まあその商品を自在に作れるスキルっていうのを手に入れるとすごくいいのかなと思っていてまそこまでね深くはちょっと考えれてはいなかったんですよただ YouTube でその動画を作れればいいなと思ってて YouTube で動画を作るっていうんならまあ顔出しなしでもねそのできるスライド動画っていうのはどうかなってまあそれはこれは YouTube をこういろいろ見てて自分に自分どうやったら 動画作れるかなっていうところをいろいろ見てて、ああ、これなら作れそうだなって。まあ今こういう感じですよね。こう、画面がペラッてね。まあ、こういう感じの。まあこういうスライド動画、今本当に見たい今皆さんが見てるこういうスライド動画っていうところ、まあ、こういうスキルがあれば、なんとかね、YouTube でやっていけんじゃないかなって思ってたんです。まあその時はその商品力とか集客力とか販売力とかそういうところじゃなくて、 ただ動画をね、えー、作る、まあ。いわゆる商品力になるんですけど、それは。そういうことがね、できるようなか、何かこう、生きていけるんじゃないかなっていうところがあって、まあ、普通ね、こういきなりこうスマホに向かって話せる人であればね、別にいいんですけど、まあ、自分もその初めは、その、スマホに向かって、それも、もうん、ともかく、ま、なんていうんですかね。 あのテープレコーダーっていうかあそういう感じでこうただスマホに音声を取るみたいなことで始めたんですけどまあいきなりこうやって話せるまあ話せればね全然いいんですけどやっぱさすがにちょっと初めは躊躇するんじゃないかなと思って,て <laughs> でそもそも何話せばいいかっていうところもあって自分はそのスマホをスマホを持ってそのスマホの中にこうメールに。 メールに台本、なんか話すこと、ネタを書いて、そのメールを読みながら、えっ、ー、と、なんか話すことを読むみたいな。<laughs> で、裏でその、ボイスレコーダーか。裏でボイスレコーダーを録画しながらやるみたいな。外の公園で撮るみたいなことをやっていましたね。本当に夏は蚊に食われながらね、もう買い蚊い蚊い取ね、撮 <laughs> ったりして、冬はね、もう寒い寒いながらこう撮ったりして。まあ、家の中で、ね、まだ娘が小さかったので、 こう動,画撮る動画とかその喋ることってできなかったんでね喋っちゃったら子供がね小さい子供が泣き出したりするんでせっかく寝てるのに起こすわけにはいかないんでそうやってどっかの公園で夜の公園とかいろんなところで撮った気がしますねんかそうやって頑張って撮ってたっていうところがあるんですけどまあその そうじゃなくてもなんか違う方法ないかなっていうところで、まあ、今本当にこのスライドを作ってそれを読み上げて収録する今このパターン今この形ですよねまさにこの形っていうところのやり方っていうスキルを身につければというかまあ普通にこれやれるようになるとその広告収入を狙ったり広告収入に特化した 動画作りを、まあ、このスライド動画を基本にして広告収入を狙うっていうやり方だったり、まあ、あとは自由に発信するっていう形ですね。別に自由にこう発信したいっていうところ自分はこのテーマが好きなんだと、このテーマが好きだと、こういうことただ、こういうことが好きだからこれについて発信していきたいんだみたいなね、いうところが、まあ、これ本当に目標は様々なんじゃないかなと思っていて、それは本当に お金を稼ぐっていう目標に向かって、もうこ校こ収入に特化してガーって頑張る方、それもいいのかなと思うし、もちろんお金を稼ぐっていうところは念頭にあるんですけど、そ,うそこをこう狙いながらも、まずはその、いろいろ自分の思ったことを発信していくっていうところをやったりとか、本当にいろんな形があるんじゃないかなと思っていて、それはこのいろんな YouTube 動画見ていくと、あこんなふうに、 発信してるんだとかこんなこと発信してるんだみたいないうところをねやっぱり見ているとあなんかこれ自分もやったら面白いなみたいなねいうことが結構気づいたりするんですよねやっぱり自分が思ってたのは自分の決めた目標自分の決めた目標ですね自分の決めた目標にこのひたむきに努力するこれがね一番なんか人生の中で最も尊いことというか すすすごく人生が充実するんんじゃなないかなと思うんです特にそれっていうのがもうお金を稼ぐっていうところに向かってねそれを自分がやったことがお金に対してこう対価をも,もらえるもうやったことがしっかりとその人様に価値を与えてそれでねその価値でしっかり対価でお金をもらえるっていうところが最終的なところがありつつその中でそ,のそこに向かってこう努力していく。 っていうところをこうやれるとなんかねその YouTube 以外のその他のいろんな活動に対して前向きにいろいろできるんじゃないかなと思って自分もそうなんですよねこう何かこう目標を達成したいまあ例えばその広告収入を稼ぐっていうんであればチャンネル登録1000人だったり総再生時間4000時間っていうところの,このその壁 あるんですけどそこに向かってねこうひたむきにやっていくひたむきにやっていくもちろんそれをやる中でいろんなことを起きてくるんですよねプライベートのとこで、まあ、会社の兼ね合いだったり体調の健康の兼ね合いだったりひ、まあ、いては人間関係の変化だったり、まあ、そういうのがこういろんなことが押し寄せてくるんですけどその中でいろいろと自分の中でこう葛藤しながらとか。 うーんいろいろこう自分が本当にやりたいのは何なんだみたいなねところをこう自問自答しながらこうやっていくそしてそれでもねやっぱ動画を作っていくんだっていう強い気持ちがあるとやっぱりその全部これが自分の資産になりますしやっぱ積み合いが記録になるんですよねそして過去を振り返った時にはこの動画を作った時にはこんな気持ちがあった なっていうところをちょっっとね振り返ったりり返たたもできたりするので「でキリナオトコ」シリーズも64話までいってるんですけど本当にこれは自分があやしっかりとやってきたのがこう続いているまあ足跡みたいなもんなんですけどその中でいろいろやっぱり思うことだったり考えることだったり。 続けてていいくことででやっっぱり見えるるものっていうののうがあるので本当にすごく自分はこの「気になる男シリーズ」っていうのことを久保さんとやるようになっていろんな学びだったりいろんな気づきいろんな発見周りとあらゆることちょっと言葉にはうまく説明できないんですけどそういうことを体験する有意義何ていうのか時間すごくいい時間にさせてもらってるなとこういう動画を作ってる時間動画を さあスライドを作ってる時間うーんと収録してる時間これを本当に尊いという言い方はちょっと表現が高すぎるんですけどなんかこういい,いい自分にとってすごくいい時間になってるなぁとは思ってるんですよね。うんこの収入を上げるためのこれがちょ,ちょっと最後の今回のスライドになるんですけど収入を上げるための自分への挑戦ですね自分への挑戦。 うんそして、えー、生きる意欲こやっぱりこの生きる意欲ってすごく大事大事なんじゃないかなと思っていて自分がその会社員の時ってもう見えてたんですよね全てが。会社に行けば給料がもらえる確実に絶対もらえる行けばいいっていうところが完全に見えてしまってそこで完全にその自分の中で生きる目標というか生きるところを見失ってしまったもちろんね、えー、その時にもうちょっとこう深く考えて会社員しながら。 えっと、余った時間、要は会社以外の時間、仕事以外の時間、土日を使って YouTube を作るっていうところを考えれたらよかったんですけど、今なんかそういうことまでちょっと頭がこう、まあ、や,やってたんですけど、なんか、なんかもっとね、もっとこう、もっと作りたいっていうね <laughs>。もっともっとね、うんこの、もっともっとやりたいって、もっともっと YouTube の動画を、こう、 極めたいというか、ね、もっとなんかできるんじゃないかっていうところをこう,もうや,やる意欲が抑えられなかったというかねもう止まらなかったところもう全部使いたかったんですね全部。うん,うん,なんかねそういう思いがどうしても止められなかったんでもう二足のわらじをはその。 はくことができなかったんですけど、会社員とその YouTube を作るっていう活動。まあ、今のね、熟成さんは、うちの熟成さんは本当にそこがしっかりできてるんで、いやすごいなと思うんですけど、まあ自分は、まあ、不器用だったので、それができなかったんですけど、まあその中でも、その不器用の中でもやっぱりいろいろ学ぶものがあったなっていうところがあって、うん、本当に、なんて言うんですかね、て言うかわかんないですけど、なんかこういう自分の、自分への挑戦を やり続けられる時間を持つことができるったことにすごく人生の意義を感じたりしますね。はい、ということで、えー、今回商品力をつけてみようじゃないかっていうお話ね、えー、させていただいたんですけど自分がどういう人生を送りたいかとか自分がどういう気持ちで残りの人生残りの人生残りのね 命の時間っていうんですか、ね、命の時間を過ごしたいかっていうところにすごくこう感じたりするんですねやっぱり自分がちょうど40歳になって、まあ、久保さんが50歳になったと、まあ、残りこの差は10年なんですけど、まあそ,まあ、そ,こそこはあんまり関係ないですけどただ自分はね50歳になった時にどういう人間になってるんだろうかなとかそこまで本当に命あるのかなとかそういうことを考えるとやっぱり。 今できること、今やれること、今自分が一番興味あることに対してこう没頭できるっていうことをできるのが、なんか一番幸せなのかなと思ったりもしますね。はい。ということで、えっと、第6次はこれで終わろうと思います。そしてちょっと最後に告知ですね。無料プレゼント、自分の方のチャンネルの方でね、えっと、明日かなそうですね。明日、もこれ、こう。 明日明後日、でちょっとプレゼントキャンペーンをしようかなと思ってますなんかねなんかこれも本当に作れてよかったなっていうだけの気持ちだったんですけどね本当にうんなのでまあちょっとねここで少しお話もさせてもらいながらねちょっと告知もさせてもらって ながらこの気になる男シリーズを終わろうかなと思いますはいということでここまでありがとうございました含め YouTuber 高でしたそして第65話ですね気になる男第65話あ久保さんよろしくお願いしますはいここまで聞いていただいてありがとうございました失礼します